それでは今日の試合ハイライトで振り返りましょう。今シーズン3試合目にして初めての先発のマウンドに上がりました奥川恭伸。まず最初のバッター増田にいきなり初球デッドボール、ランナー2塁に進められて伊豆口にライトへのタイムリーヒット、ジャイアンツが1点を先制します。ただその後秋広をセカンドゴロダブルプレーに打ち取ります。この辺りは見事でした。まあ、立ち上がり1失点というピッチング、わずか9球でした。タイムリーを打たれた後秋広をダブルプレーに打ち取ったのが非常に大きかったのではないでしょうか。ジャイアンツ先発は、松井颯です。まあ、松井も先頭バッター山崎にフォアボール、大田健吾にヒット、ランナー3塁に進められて宮本武史にレフトへの犠牲フライ、スワローズがすぐ1点返して追いつきます。ただその後橋本誠也がヒットでつないでチャンスを作ったんですが、三ツ俣は空振りの三振に倒れて1対1の同点。松井颯も立ち上がり1点を失っています。そして2回にスワローズ勝ち越しをします。2対1。4回の奥川のマウンド、船越三振、そして伊豆口をセカンドゴロ、そして秋広にこの当たりを打たれます。右中間深々と破っていきます。足を生かして一気に秋広は三塁へ向かいます。秋広優斗のスリーベースヒット、ツーアウトランナー三塁と同点のチャンスを作ります。しかしこの後北をサードゴロに打ち取ります。奥川この4回もランナー三塁まで詰められたんですが、しっかりとゼロで抑えています。まあ、ランナーを出しても非常に落ち着いたピッチングを見せていました奥川投手。そして6回の裏です。スワローズ北村慶吾がヒットでチャンスメイク、そして小森のこのライトオーバー、そして松原の悪送球もあって2塁から赤羽が一気にホームに帰ってきて1点追加、3対1。さらにランナー3塁において山崎幸太郎がセンターへの犠牲フライ、このセンターフライで小森が3塁からホームに帰ってきます。6回の裏に大きな2点を追加しましたスワローズ、4対1とリードを広げます。そして9回です。9回はマウンドに田口が上がります。まあ、ウレーニャにヒットは打たれましたが、最後のバッター秋広優斗を空振りの三振に来て取ります。最後は田口が締めて4対1、スワローズが対ジャイアンツ戦3連勝ということになります。そして連敗ストップということにもなりました。さあ今シーズン初勝利を挙げました奥川です。まあ、3試合目にして初めての先発、まあ、初回こそ、まあ、先頭バッターの増田にいきなりデッドボールを与えたんですが、まあ、1回の1失点のみ、2回以降は素晴らしいピッチングでした。